ルシャン・アンジェルコビッチは、ユーゴスラビア・クラリエボ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。主に左サイドバックとしてプレーした。2001年から2002年まで、スロガ・クラリエボに所属し、15試合出場4得点を記録。2002年から2003年までは、ムラドストルチャニで29試合に出場し、16得点を記録した。2004年には、 などにュキベオグラードへ、レンタル移籍をし、29試合出場5得点。翌2005年は、ボジュドバツへ移籍をし、17試合出場1得点を、挙げた。2005年途中から、レッドスターベオグラードへ加入し、合計77試合に出場し1得点。ロシアの FC ロストフでプレーをし、FC クラスのダール移籍。2014年12月29日。 かつて所属したレッドスターへアレクサンダル・ルコビッチと共に復帰することが発表された。2018年4月2017から18シーズンをもって現役を引退することを発表した。セルビア代表として2007年11月24日のカザフスタン戦で代表初キャップを記録している。ありがとうございます。